はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、敷地利用権の分離処分について解説いたします。まず敷地利用権って、どんな権利なのかというところを先にお伝えいたします。これは占有部分を所有するための建物の敷地に関する権利を言います。この建物っていうのは、マンションと考えていただいて大丈夫です。マンション一つ一つに占有部分がありますよね。101号室、203号室みたいな感じ で、これらを所有するための敷地に関する権利、これが敷地利用権なんですね。でこれだけだとちょっと分かりづらいんですよね。例えばなんですけども、マンションの下の土地の所有権だったり、また賃借権、土地の賃借権だったり、地上権、こういったものを指します。つまりマンションを使うための土地の権利といったイメージですね。これが敷地利用権です。この敷地利用権がなかったら建物って建っていられないですよね。所有権ない、賃借権ない、地上権ない、そういった場合です。そういった敷地利用権がなかったら、何の土地の権利もなくて建物が建っている状況なんで、例えば土地の所有者から明け渡し請求されたりとか、しちゃう可能性があるわけですよね。なので、そんなことがないように、こういった敷地利用権というものがあるんだという感じです。もっとわかりやすく言ったら、戸建ての建物であれば、戸建ての建物の土地に関する権利、それです。これがマンションになると敷地利用権と呼ばれるんだと、いった感じで大丈夫です。で、これについて登記をすることによって、これが敷地権と呼ばれるようになります。敷地利用権を登記をすると、それは敷地権と呼ばれるということですね。この違いについては別に覚えなくても大丈夫でしょう。で、重要なところはここなんですね。敷地利用権の分離処分の話です。これどういうことかというと、マンションはいわゆる建物ですよね。で、敷地利用権というのは土地じゃないですか。これとこれを分けて分離して処分っていうのは、売却するっていったイメージなんで、分けて売却することができるかどうかっていう話なんです。通常、戸建ての建物の土地の所有権と建物の所有権って勝手に分けて売却するってことは可能なんですね。やる人はあんまりいないですよ。あまりいないけれども、法律上は可能なんですよ。で、一方で、マンションの場合っていうのは、原則、敷地利用権は、占有部分と分離して処分することができないっていうルールになってるんです。敷地利用権は土地に関する権利。占有部分は、建物に関する権利ですよね。つまり、土地と建物は、分離して売却することはできませんよ。これが原則です。ただし例外があって、規約で分離処分 OK ですよっていうふうに、そのマンションのルールがあるというのであれば、分けて売却することは可能です。この部分が問われやすいので、この部分ちょっと頭に入れておいてください。で、この例外の具体例については個別指導で解説させていただきます。個別指導の受講さんはテキスト見ていただいたら具体例載ってますので、そちらご確認いただければと思います。内容的には難しくないと思います。敷地利用権っていうのは、マンションの下の土地に関する権利なんだ。また、敷地利用権っていうのは原則、占有部分、建物部分と分離して処分することはできないよ。ただし、規約で敷地利用権、土地と建物部分、これを分けて売却してもいいですよっていうふうなルールになっているというのであれば、分離処分も OK ですよ。というところです。この部分ですね、しっかり頭に入れておきましょう。で、個別指導については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひそちらからご確認ください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。